アレクサンドル・マリー・コランはフランスの画家である。ウジェーヌ・ドラクロはリチャード・パークス・ボニントンと友人で19世紀ロマン主義の画家である。歴史画や文学作品に題材を取った絵画を描いた。パリで生まれた。1814年から1817年までパリのエコール・デ・ボザールでアンヌ・ルイ・ジロデ・トリオソンの下で学んだ。1815年からパリのピエール・ナルシス・ゲランの下で学び始めた。ドラクロワと友人になった。イギリスからパリに学びに来ていたリチャード・パークス・ボニントンとも友人となった。1819年にサロン・ド・パリに婦人像を出展し、サロンへは1868年までに29の作品を出展し、何度か入選した。1821年にボニントンとノルマンディーを訪れ、1825年にはロンドンも訪れ、ロンドンの美術家とも交流した。1829年以降、ロンドンの展覧会にも出展した。二人の娘エロイーズとアデル・アナイスは、パリの女性のファッションを描いたイラストレーターになり、エロイーズの息子、アレクサンドル・ルイ・ルロワールや、アデル・アナイスの息子、エドゥアール・トゥードゥーズも画家となった。ありがとうございます。